今日からかなたちゃんは忍者なのです。だから修行を始めます。ほら、この間話したでしょ、漫画研究部の映画のイメージソングのこと。熱血でパワフルなくのいちの子にぴったりな曲にするためには、かなたちゃんもその子の気持ちをわからなくちゃ。ってことで、くのいちの修行をするからあなたも付き合ってね。はい、これ見て、この修行メモの通りに修行していくよ。かなたちゃん、すっごく調べた。忍者が一番活躍してたのって室町時代くらいらしいのね。その頃のことが書かれた本を借りてみたんだ。そう、あさって成長がすっごく早いんだって。毎日 2,3 センチ大きくなるみたい。でも朝はないから、ここにある植木を飛び越えたいと思います。やあ成功。かなたちゃん、褒められて伸びる子だから遠慮なく褒めてね。傘はないから、このタオルを落とさないよう走るよ。やあ、うん、これもうまくいった。どんどん行くよ。次は忍び足の練習。まだまだ。忍者にとってとても大切な修行がもう一つ残ってるんだ。それはいつでもどこでもぐっすり眠れること。コンディションを維持するためにもこれはとっても大事。かなたちゃん、上手にできるかな。とっても心配。すやー。